あれおかしいな、ちゃんとピント合わせてるはずなんだけどな、なんかちょっとボケちゃうんだよな、なんだろう、俺の腕がやっぱり悪いのかなと思ったあなた、はい、こちらですね、まあ、ピントを合わせて撮影してるのに撮った写真を見るとボケてしまっているとかですね、ピントが綺麗に合ってないっていうところで、まあ、自分の腕が悪いのかな、設定が悪いのかなって思う方もですね、たくさんいらっしゃるかと思います。もちろんそういった場合もあるかと思うんですけども、実は別の原因があってピントが合わないっていうことがあります。それはですね、レンズに問題があったっていうところなんですよ。で、今回はそういったちょっとレンズに問題があってピントが合わなかった時のですね、まあ、対処法というか、そういった時のお話をですねしていきたいと思いますので、最後までよかったらご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、というわけでですね、今回はですね、写真を撮った時にピントをちゃんと合わせているのに撮った写真を見るとピントが合ってなかったっていうところのちょっとお話をしていきます。まあ、これはいろいろな設定によって、例えばシャッタースピードが遅くなりすぎてブレてしまったとか、もしくはピントをきれいに合わせられずにピントが合ってない写真を撮ってしまったっていうですね、まあ、こういった設定もしくは技術によって起きるピントが合ってない状態っていうのはですねあります。で、まあ、大半がここが大きいんですけども、それ以外の原因としてですね、まあ、自分はきっちりですね設定してピントをきっちり合わせてるのにボケてしまうっていう場合がですねあるかと思いますけども、これは別に原因があって、レンズにですね原因があって、そういったですねボケというか、ピントが合ってない状態がですね発生している場合があるので、まあ、ぜひですねその辺はちょっと確認していただけるとすごくいいのかなっていうふうに思います。で、どういうふうに確認するのかっていうとですね、例えば、まあ、レンズによってですね、まあ、今はミラーレスであんまり効かなくはなったんですけども、一眼レフを使っている方でサードパーティー製をですね使ったことある方、まあ、タムロンとかシグマとかそういったところのですね、まあ、レンズを使ったことがある方でよく聞くのがですね、アトピン、マエピンっていうですね、ものがあります。これどういうことかというと、レンズのピントを合わせる位置がずれてるっていうものなんですよ。例えばここにピントを合わせてるのに実際に撮るとここにピントが合っちゃう、もしくは後ろ、これがマイピンですね。で、こっちに合っちゃうのが、アトピンっていうところで、ここに合わせたいのに、ここに合わせてシャッター切ってるのに、こっちにピントが合っちゃう、こっちにピントが合っちゃうっていう現象が、マイピン、アトピンっていう現象になっております。これはですね、完全にレンズが悪いので、腕は関係なくそういったピントがですね、合わない状態が起きてしまうっていうところになってますので、その辺のですね、レンズがきちんと、そこの合わせたいところに合うのかっていうところを確認していただくのが一番いいかなっていうふうに思います。で、実際にですね、まあ、これがここにあった、ここに合わせてるのにここにピントが合ってしまった場合っていうのは、これカメラで設定を変えることによってここにですね合わせることができるんですよ。で、これを補正することができるので、もし合ってない場合は補正していただいて、レンズをですね、そしてここのですね、まあ、ピント位置に、きっちり合わせて、設定してもらうっていうところになっております。はい。で、じゃあこの合ってる合ってないをどういう風に確認したらいいのかっていうのは難しいですよね。自分でこのピント位置が前に来てるのか後ろに来てるのかっていうところは確認できるかもしれないんですけども、じゃあこれをどれだけ動かしてピントをですね正常にするのかとかですね、ちょっと難しいと思いますし、まあ、カメラを買ったばかりの方で自分の持ってるレンズが、まあ、そういったアトピン、マイピンになってるのかどうかっていうのも確認するのは難しいと思います。はい。そういった時はですね、カメラに慣れてる方にですね、まあ、確認してもらったりとか、メーカーというかですね、まあカメラ屋さんに持って行って、まあ、確認してもらうとかになってくると思うんですけども、まあ、そこは料金かかりますし、手間もかかりますし、時間もかかるっていうところで、まあ、簡易的にできる方法があるので、まあ、こちらですね、今回はそちらをですねちょっとご紹介して、まあ、自分のレンズがちゃんとピント合ってるのかっていう確認をしていただくけたらいいのかなっていうふうに思っております。まあ、もしですね、自分のですね、撮った写真がピントをですね、きちんと合わせてるのに、ピントが合ってない写真をですね、まあ、撮れてしまうのが、まあ、日常的になってるっていう方はですね、ぜひ試してみていただけたらと思います。で、この方法なんですけども、はい。こちらなんですよね。これ、Amazon で、
ピント合うかな。はい、こういったものです。メモリーがついてて、まあ、こういった QR コードみたいなのがついてるんですけども、はい、これは Amazon でこの2つぐらいで500円ぐらいで売られているめちゃくちゃ安いものなんですよ。これ簡易的なものなので、まあ、100% ではないんですけども、まあ、合ってるかどうかの確認と、まあ、簡単なですね、補正なんかはこれでできるかと思います。で、これどういうふうに使うかというと、この0のところにこの QR コードのところがあるんですよね。はい、でここにカメラのピントをここに合わせることによって、まあ、0の時はこの0がですね、まあ、開放で使っていただくといいですね。でこの0のところにぴったりですねピントが合っているかっていうところを確認していただきます。でこれが例えば1がはっきり写ってたらプラス1のですね前ピンになってるってところですね。で後ろの1に合ってると見えるかな、はい、後ろの1に合ってると、まあ、アトピンの、まあ、マイナス1っていうところで、はい。で、これをですね、じゃあカメラの方でプラス1、マイナス1に設定していただいて、まあ、確認、1回撮っていただいて、ここに合わせてですね、で、補正がきちんとなってるかっていうのを確認してから、使っていただくっていうところになっています。はい。なので、まあ、かなり安いです。これ500円でできるので、500円でこういった確認ができるので、もしそういったレンズに不安があるとか、まあ、ピントがなかなか合わないんだっていう時はこういったものを使って確認していただけるといいかなっていうふうに思います。特に一眼レフでサードパーティー製のタムロンとかシグマを使っている方でピントが合わないよっていう方はこういったものを使っていただいてもすごくいいかなっていうふうに思います。はい、なので、まあ、このですね、まあ、プラス1なのか2なのかっていうところで、まあ、補正具合、まあ、どれくらいピントがですねずれてるかっていうのをですね簡易的に確認できるものになってます。 100% ではないんですけども、まあ、きちんとまあこういったところのですね、まあ、角度とかそういったもの、まあ、高いんですよね。本当の実際のちゃんとしたものっていうのは結構値段するので、これは簡易的に確認するものになってますので、簡易的なもので十分だよっていう方はこのですね、まあ、2枚で500円のものを使っていただく。きちんと確認したいよっていう方はですね、しっかりしたものがですね、まあ1万ぐらいしたのかな、すると思いますので、そういったものをですね使って、まあ、補正していただくっていうところになってます。で、私は今のところそういったものに当たってないんですよ。まあ、ピント位置がずれているレンズっていうのに当たったことがないので、まあ、一応これで確認しても、ちゃんとゼロのところでピントが合ってるっていうところになってってるので、まあ、問題はないんですけども、もしですね、まあ、そういった、撮ってみてピントがなかなか合ってないものがですね撮れてしまうっていう方はぜひこういったもので簡易的に確認していただいて、でもし合ってない場合はですねカメラメーカーさんのところに相談していただいてもいいのかなっていうふうに思います。はい、なので、まあ、そういったところでですねこういったものをちょっと活用していただいて、まあ、ピント位置が合ってるかっていうのを確認していただくっていうところですね。まあ、もし自分のですね設定や技術に関係なくピントが合ってないっていう場合がですねあるので、そういった時はこういったものを使って簡易的に確認していただく。で、まあこれで合っててピントが合ってないっていう場合は設定か技術によってピントが合ってない場合があるので、まあ設定をちょっと見直してみたりとか、まあそういったところですねやっていただければすごくいいのかなっていうふうに思います。はい、というわけですね、まあ今回はですねこういったピントが合ってない場合にですね、まあ設定や技術的な問題とまた別でレンズにですね問題がある場合があるので、そういった場合のですねちょっと確認解決法っていうところですねご紹介させていただきました。まあ、参考にしていただけたら嬉しいと思っております。まあ、これは簡易的なものなので 100% 合わせるものではないんですけども、まあ、確認していただく、まあ、簡単に確認していただけるものにはですねなっているので、500円ぐらいでですね、まあ、ぜひ活用してみていただけたらですね、そういったですねピントが合わないっていう時はですねこういったものを使って確認していただけるといいのかなっていうふうに思っております。はい、というわけですね、このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。どうも、こうです。今回ですね、ちょっとお知らせがあります。実はですね、オンラインサロンの方を始めまして、こちらですね、今見えてます、写真ビギナーズサロンっていうものをですね、今回ちょっと始めました。まだですね、ちょっと私もこのサロンをどういうふうに運営していこうか手探りな状態なので、まあ、まだですね、コンテンツみたいなのはですね、あんまり揃ってはないんですけども、まあ、皆さんの意見を取り入れながらですね、いろいろ運営をですね、していこうかなというふうに思っています。で、基本はですね、この写真ビギナーズ
ナーズサロンの方は、まあ、初心者の方がわからないことを、まあ、個人的に聞いていただいて、それに対して、私がですね、お答えしたりとか、まあ、専用の動画を配信したりとか、できれば、そういったですね、取り歩きみたいなのもですね、やってみたりとか、まあ、実際にですね、モデルさん雇って、そこでですね、まあ、ポートレートの講習会やったりとかですね、まあ、そういったこともですね、いろいろやっていきたいと思ってますので、よかったらですね、こちらのサロンの方ですね、まあ、試しに、ご入会というか、入部ですね、私はもうこれ部活みたいに思ってますので、よかったら入部みたいな感じで、部活みたいな感じで入部していただけたらですね、とても嬉しいです。一応ですね、こちらが1週間無料でお試しでですね、今のところ入れるようになってますので、まあ、今後ですね、この1週間の無料っていう期間限定でやってますので、ぜひですね、試してみていただけたらと思います。はい。で、料金の方もですね、一応980円という形で、限定で今のところ30名様ぐらいで、考えてますので、今後はですね、一旦30名ぐらいで締め切って、その後ですね、まあ、ちょっと別の形で、第2弾、2期生という形でですね、募集という形になっております。その時はですね、ちょっとお値段の方が上がってしまうので、最初にですね、やっぱり初期メンバーという形で30名の中に入っていただけると、そのままですね、980円のままでですね、まあ、受けることができますので、早めにですね、入部していただけるとすごく嬉しいので、ぜひ試してみてください。で、入部の方はですね、下の概要欄の方に、リンク貼ってますので、そちらの方から入部していただけたらと思います。こうからのお知らせでした。ありがとうございます。